はい。プラハのホテルです。ミ、え、ス、ー・ソフィーズ・ダウンタウンという名前で、えー、プラハ中央駅の本当にすぐ向かい側、歩くと2分ぐらい、2、3分、2分ぐらいでしょうかね。の割にはものすごく広いですね。で、これは特別、あのー、 えー、高いお金を払ったというのではなく、えー、っと、むしろ今までのドイツのホテルと比べると、えー、ちょっとお休めえー、っとね、90ユーロかな。で、2泊したんで、180ユーロ。え日本円で1万4千か5千ぐらいになるんでしょうかね、今のレートですと。の割にちょっと多分ね、 ものすごく広いですね。多分、80平米ぐらいあるんじゃないのかな。よくあの、えっ、ー、と、日本の昭和の時代の、えー、マンション、古いヴィンテージマンションね <laughs> をリノベした、あの、スタイリッシュにリノベした、すいません、ちょっとね、あの、ぐしゃぐしゃになっちゃってますけど、こんなキッチンまでありましてね、 ですいません、その、買うかもっていう、あの、サイトがあるんですけど、そこにちょっとね、出てきそうな雰囲気の、ものすごく新しいんじゃないかな。うん。ただ、ヨーロッパあるあるですね。あの、ね、こんな感じ。ただ、まあ、ま、あの、基本シャワーしかないね。シャワーしかないところが非常に多いんで、 今ちょっと自分のね、洋服がかかっちゃってるんであれですけど、クローゼットそのハンガーかけるところもあって、ちょっとかなり高め。そのパイプがあちこちにこんな風に張り巡らされてるんですけど、これもそのデザインと機能はい。これ目隠しの,の,その兼ねてるみたいな感じなのかなうん。で、ちょっとね、高めですね。やっぱりその、 北方の,そのヨーロッパ、あの、ヨーロッパの,その北の方の人たちって、男性は特にも背が高い人が多いじゃないですかね。かそれに合わせている感じ。でちなみに、景色は中庭に面してる、うん、こんな感じ今、7時過ぎ。ちょっと青空も見えてるけど、 うんまあ、こんな感じ。だから、眺め、悪くないけど別にその、ここに、あのー、お休みのためにこうこを取って、あのー、風景眺めるって感じではないね。うん、でも、あのー、ここまちょっと使用感があって、ありますけど、あの、もちろんケトルもあって、で、このね、コーヒーメーカーある一定以上の、 この、このね、この、なんていうんですか、カプセルっぽい、もう今3杯飲んじゃったま飲んじゃってますけど、うん。あとね、ここにあるお茶の類ね、うん、すごく良かった。このね、ラズベリーティーっていうのがすごい濃厚で、あの、方かった。あと、この中にはね、冷蔵庫ね。ちなみに、あの、あ、ここじゃない、失礼、これはごめんなさい。 ベルリンのホテルあのあチョコレート入れといたの忘れてたよかった思い出してちょっと取っときますねモーテルワンっていうあのビジネスホテル系のチェーンに行ったんですけどそこはね ああ、の、ケトルもないし、コーヒーメーカーもない。お湯はなんかね、バーにもらいに行ってくれみたいな。まあ、それはそれで、その、ベルリンの超中心地で、まあ、日本円で1万8000ちょっとかな。まあ、高いは高いけど、今の冷凍を考えると、あの、周辺の他のホテルと比べると、あのー、なんてうの、手が出る値段ではあり,ありましたね。普通のね、あの,そのブラン、ブランデンブルグ門とか、 博物館等ですかあの辺だともうね、3万4万5万以上当たり前って感じだったんでね。ベルリンちなみにあの、その KLM の機内情報機内、えーえー、っと、エンターテインメントで言うと、この10年で2倍に訪問客,客が増えてるみたいな、確かそんな数字だったと思うんですけど。すいません。うる覚えなんで、ちょっとあの、ご興味、 必要な方はちょっと確認していただきたいんですが。です。あ、あのー、うん。でも、ここに宿は良かったね。チェコの頃ね。だって、プラハ中央駅のすぐ近くでこんな巨大なね、スペースに泊まれると思ってなかったんですかも90ユーロでね、うん。これはまあ満足ですね。だからまあ、いろんなぼったくりにあったり、 いろんなことしたけど、おしなべで言えばどうなのかな。全体的なコスパぼったくりの被害も含めた。<laughs> は、結局同じってことなのかな。かつまり、あの、自ら徹底的に情報を集めて、あの、対策していけば、割といい滞在ができるのかもしれないですね。ま、あ慣れだね。うん。はい。えー。 という感じです。